大阪市立新今宮小学校、今宮中学校は、大阪府大阪市西成区にある公立小中一貫校。愛称は、今宮小中一貫校。西成区の北東部を校区としている。地域の児童数の減少に伴い2015年に、既存3小学校を統合し、新たに、小学校。 大阪市立新今宮小学校を大阪市立今宮中学校の敷地に併設。小中一貫校として出発した。改変前の今宮中学校は太平洋戦争後の1947年の学生改革と共に創立。大阪市及び西成区で最初の中学校の一つだった。明治時代の学生発布により当時の今宮村に小学校が設置された。 今宮村は1896年、大阪市の第一次市域拡張により、北部が大阪市に編入された。今宮村に小学校がなくなったため、引き続き、めぐみ美校に児童を委託していた。今宮村の分割、再編2年後の1898年に、新たな今宮村の小学校として、今宮小学校が開校した。 今宮村の人口の増加に伴い、1917年調整の施行された今宮町に今宮第3、1921年に今宮第4の各小学校も開校した。今宮第3小学校は今宮、今宮第2の両校の校区再編で、今宮第4小学校は今宮、今宮第3両校の校区再編で、それぞれ設置された。 今宮町の大阪市への編入、戦後の学生改革を経て、1947年以降は、大阪市立工事小学校、大阪市立萩野茶屋小学校、大阪市立今宮小学校となった。大阪市及び西成区で最初の中学校の一つとして、1947年の学生改革とともに創立した。1947年に、 大阪市立工事小学校内に設置の仮校舎で開校した。翌1948年に校区の一部を新設の大阪市立西成第4中学校の校区へ変更し、現在の校区となった。校名については、当初は大阪市立西成第2中学校の歌唱で出発した。その後大阪市立の新生中学校について番号による歌唱ではなく、 地名などを取り入れた名称へと変更となり、1949年に現行名に改称している。公名の案としては、工事小学校内に仮校舎を設置していたことから、工事、校区内の地名から、花園、萩などが挙げられた。しかし、当時、独立校舎の設置場所が未定だったことから、工事小学校校区外に移ることもあり得るとして、工事案は不採用になった。 花園は西区の花園と紛らわしいとして、また、萩は山口県の萩と紛らわしいとして、不採用になった。そのため、一帯を広く指す旧地名の今宮が採用された。1962年には、校区内の愛イ地区の不就学生徒への対策のため、萩の茶屋小学校、今旧中学校の分校、愛イ学園を設置した。 翌1963年に大阪市立愛林小中学校として独立し、さらに1973年には、萩野茶屋一丁目9番に独立校舎を構えて移転し、大阪市立新今間宮小学校、中学校と改称した。その後、歴史的役割を得たとして1981年に小学校が、1984年に中学校が廃校となった。 新今宮小の学校事務は、萩野茶屋小学校が、新今宮中の学校事務は今宮中学校が、引き継いだ。なお、新今宮小中学の跡地は、老人遺いの家、救護施設さん特料などに使われている。地域の児童の減少傾向は、平成時代に入っても止まらず、西成区も1980年代に約2万人いた中学生以下の子供の数が、 約8500人まで落ち込んだ。結果、全身の小学校3校は2000年代に1学年、1学級の小規模校となり、年度によっては、複式学級まで導入される状況となった。このため小学校の統廃合が検討され、具体化した。一方、2013年大阪市が実施した住民アンケートでは、子育てしやすく、 教育環境が充実していると答えた西成区民は25.4%のみで、安倍の区や住吉区など50%超えに比べ半分以下という低い状況だった。そこで党廃合に合わせ、西成活性化の起爆剤として、小中一貫校への改編が計画された。その際、一部の弁護士が橋本徹大阪市長の掲げる西成特区構想に絡めて廃校に、 反対の運動を起こした。それに対し近隣の大阪府立今宮高等学校を念頭に、橋本市長は、いっそのこと小中高一貫校として、もっとポジティブなスーパーエリート校にしてはと述べ、大阪市教育委員会も、地元の府立今宮高に進学できる特別枠の設定についても検討を進めている。保護者の支持も得られるはず。不協議と協議したいとコメントしている。 実現すれば、全国初の公立の小中高12年間一貫校となる。その後、愛林地区の環境整備後可燃計画が2014年4月に始まり、通学路、公園などの環境改善が不可欠と位置づけられた。通学路に覚醒剤注射器が落ちている状況だったが、路上密売人も一掃され、ゴミの不法投棄も減少した。これは、 今宮小中一貫公開校の果たした影響が小さくないと産経新聞は報じている。特任校制度により大阪市内全域からの入学が可能となっている。ありがとうございます。